ベルナト・エチェパレは、ナバーラ王国領バハナバーラのドニバネ・ガラシ近郊に生まれ、16世紀前半にバスク地方で活動した、司祭、著作家。1545年、バスク語よ、世界に出よという言葉と共に、バスク語で書かれた書籍を初めて出版した人物として知られる。彼は、ナバーラ王国領に生まれたが、居住地は、彼の存命中に、 フランス王国の支配下に入った。バスク語での名はバーネット、またはベネットであり、フランス語でベルナールと表記されることもある。現代バスク語での性はチェペアだが、バスク語でデチェペア、スペイン語でディーカペアと表記することもあり、いずれもフランス語のディエシャペターに基づく綴りである。彼自身はバーネットディーカペアという表記を使用した。バスク諸文集だけを見ても、 タイトルと共に記された、ベルナール、ウムディーカペア、序文に記された、ベルナールエシャペター、コック、作品中の詩におけるバーネットエチャパレ、リーと3種類の表記が混在している。これらの理由により、ベルナトエチェパレ、ベルナトデチェパレなど、日本語表記も定まっていない。一般的に、バスク語のアチェは、イエオ、ペアは、組、タイを表すが、エチェパレの性はチェコッパー、または、 アチェガペア、高位の家から派生したとされている。エチェパレの生涯については、とてもわずかな情報しか残っていない。エチェパレは1470年から1480年代半ば頃、ナバーラ王国の領土だった、バスナバール地方のドニバネガラシ近郊に生まれた。ドゥスナリツェサラスケタに生まれたとするのが定説であり、ドゥスナリツェサラスケタには、エチェパレの成果とされる建物が残っている。 1453年の百年戦争終結後には、近隣のラブール地方とスール地方がフランス王国に併合されており、1515 15年にはナバーラ王国がカスティーラ王国の支配下に入ったため、バスナバール地方はナバーラ王国から分離され、16世紀初頭にはフランス王国の支配下に置かれた。エチパレは、生涯の大半をドニバネガラシ近郊で過ごした。 1511年には、エイヘララレの主任司祭となり、1518年には、カスティーラ王国に対して、宣誓を行った。1520年前後には、ドニバネガラシの代理司教となり、1533年には、エイヘララレの主任司祭として、バイオナ司教区会議の文書に署名した。諸文集の中の詩、ベルナトエチパレ殿の歌で、ベアルン地方の刑務所で過ごした時期があることを、 告白しているが、エチパレが留置された理由や、東国の事実関係は定かではない。エチパレは、カスティーリャ王国よりとみなされ、フランス王国との関係改善を模索していた、ナバーラ国王エンリケ2世に告発されたとする説がある。しかし、彼の東国の理由は、道徳的なものではなく、政治的なものだったとする説もある。どちらにせよ、エチパレ自身は、 処分集の詩の中で無実だったと主張している。ボルドー高等法院の検察官だったベルナール・レヘテはバスク地方出身であり、エチェパレの被護者を務めていた。エチェパレは、レヘテに出版の支援を求め、序文では、レヘテに対する賛辞が捧げられている。当時のバスク地方には一定の規模を持つ印刷工房が存在しなかったため、エチェパレとレヘテは、 カスコーニュ地方北部の中心都市ボルドーの印刷工で、あるフランソワ・モルパンに観光を依頼し、1545年に、詩集、バスク諸文集を出版した。表題と印刷工向けの注意書きは、ラテン語で、テキストは、バスク語のバスナバール方言で書かれている。フランス語の影響を受けた、聖書法、陰律、執筆方法は、エチパレがベルチョラリだったことを示唆しているが、 諸文集が執筆された時期は明らかにされていない。諸文集は、全52ページ、全1162行の詩の収集物からなり、自然における宗教的な詩、恋愛の詩、牢獄経験などエチバレの生涯についての詩、バスク語や他の事物の美徳を称賛する詩などが含まれる。それまでも、と言語の書籍の一部に、バスク語の単語が登場したことはあったが、諸文集は、バスク語で、 初めて出版された書籍であるとされる。なお、エチェパレの死没地や没年月日は記録に残っていない。エチェパレインスティチュートのロゴ、処分集に次いで、バスク語で出版された2冊目の書籍は、ヨアネス・レイ・サラガが1571年に、ラ・ロシェルで出版した新約聖書のバスク語版である。歴史家のロペデイ・サスティは、1625年の ギプスコア市概要でエチェパレの名前を出しており、詩人のあるのオイヘナルトは、1665年の、主公、ル・アート・ポアティック・バスクに、諸文集の遺本が出版されたことを書き残している。バスク地方の知識人には、カトリック教会の聖職者が多く、エチェパレによる、バスナバール方言や、世俗的な愛の表現などが評価を低くした。17世紀半ば以降には、バスク語による、 文学活動が盛んとなったが、19世紀半ばまでは、エチェパレに言及する、著作家はいなかった。1847年には、ボルドーアカデミーの機関誌に、書文集と、そのフランス語訳が掲載され、言語学者や文献学者の注目を集めるようになった。1933年には、スペインバスクにおいて、文献学者のフリオデウルキホが、雑誌、国際バスク研究誌に、 処分集の複製を掲載した。言語学者のルネラ・ホォンや作家のジル・ライヒャーは共同で処分集の研究作業を行った。1930年代後半にはスペイン・バスクがスペイン内戦に巻き込まれ、その後は数十年間にわたってフランシスコ・フランコ独裁政権によるバスク語抑圧政策が行われた。 フランコ独裁政権末期の1960年代半ば以降にはバスク語の復権に向けた社会運動がバスク地方で盛り上がりを見せ、1968年にはギプスコア県産セバスティアンでエウスカルツァインディアがスペイン語訳、フランス語訳を添えた処分集を一般向けに刊行した。1974年、弾き語り詩人のシャビエルレテはコントラパスにメロディーをつけた。 1977年にはバンドのオシコリがベルナトエチパレドの1545というタイトルのレコードを発表し、デテやオシコリの音楽はバスク地方の民衆に授容された。1995年エウスカルツァインディアは処文集出版450周年を記念して原点の天才バスク語天気スペイン語英語フランス語ドイツ語 イタリア語による翻訳を一冊にまとめて出版した。1997年には、処分集のアルメニア語版が出版され、2013年には、ガリシア語、カタルーニャ語、ルーマニア語、中国語、ケチワ語、アラビア語への翻訳が行われた。2014年11月には、平凡社が処分集の日本語訳を刊行し、さらには、アイヌ語など、 バスク語に似た少数言語への翻訳も予定されている。今日、エチェパレの名は、バスク地方の通り、学校、団体などに関されており、バスク語文学を取り上げるテレビ番組には、諸文集の中の詩、サウトレラの名が関されている。2007年には、バスク自治州政府が主導して、バスク語とバスク文化の対外普及を目的とする、エチェパレインスティチュートが発足した。 スペインのセルバンテス文化センター、カタルーニャ語圏のインスティトトラモン・リュイ、フランスのアリアンス、フランセーズ、イギリスのブリティッシュカウンシル、ドイツのゲーテインスティチュート、中国の講師学院、韓国の清掃学堂などと同様に、その国の言語や文化を対外的に普及させる活動を担っている。2007年にバスク州議会で承認されて設置法が発布され、 2011から12年度には、世界各国の33大学で、バスク語やバスク文化の講座が開講された。エチェパレインスティチュートは、セルバンテス文化、センター、インスティクトラモンデュイと連携協力を行っている。バスク諸文集の表紙、諸文集の原本は、パリ国立図書館に一冊が収蔵されているのみであり、パリ国立図書館は、 電子図書館が理科でデジタルデータを公開している。処分集の原点は28枚、56ページからなる。縦1 7 2ト、mm、ル横1 1 9ト、mm、ルで、新書版に近く、背拍子の厚さは9ト、mm、ルである。表紙、背拍子、裏拍子には茶色の牛皮の想定がなされ、天地と小口には金箔が貼られた形跡が残っている。この一冊は、 ナバーラ王室の書庫に収められ、18世紀中頃に、フランス王立図書館に収蔵された。日本語訳は、ハギオホカワ家による。デクトリーナ・クリスティアナ、キリスト教の教えハマー・マン・アメンド訳、十回ヨディシュ・ヘンララ、最後の審判オラジオニア、イノリア・モロセンゴ・スティー・グリア、恋人たちへの教えイマステン・フェイブは、女に対する非語・イスキンダイオン・コープラック。 夫婦の歌アムールスシークリティケイデナ、密かに恋をする、モノアモロセンパートジーア恋人たちの別れアムールスジェリシア、妬み深い恋人ポタレンゴアルデシャ、口づけを求めて、エイモーレイスイレキリシャ、キューア,イアモロセンディスプータ、恋人たちのいさかいオーレデューゲイサレイッキーホート、ザスクイサット、強運と共に立ち去りなさい、アモーレゴゴレンディスプイラ、カタクナナ恋人の仕打ちモッセンバーネットエチャッパレレ、 キャントゥやベルナとエチパレノの歌、コントラパス、コントラパスソーターラ、サウトレライカの文章は、諸文集内のコントラパスであり、エチパレがバスク語への希望を表現した詩である。エチパレは、自身の作品を印刷したバスク発の作家が自分自身であると説明し、バスク語に対して、いでよ、より広まれと呼びかけている。ありがとうございます。